君やアスラン君たちは？大丈夫、みんな戻ってきてる。ザフトもガンダム、シン君たちもね。彼らの戦いを見届けなきゃならないのね。腹をくくろう、姉さん。小隊長さん、敵はザフト軍だよ。そこだ。行け。行動不断は把握した。でやてりゃ、しつこい。かわせるか。厄介だ。展開。デスティニーガンダムを捕捉、通信傍受したよ。よくもルナをやったな。やめるんだ、シン。シン君とアスラン君が戦闘に入ってる。ルナって誰？シン君の同僚、ルナマリア・ホークさん。インパルスガンダムで戦場に出てるんだよ。それはアスラン君が撃墜した。急いだ方が良さそうね。この先だけど気をつけて、小隊長さん。高台や崖の上から迫撃があるよ。ジャンプやブーストをうまく使って、敵の資材なんか見つけたら撤収よ。ほどほどにね。アスラン君たちの戦いが終わっちゃうよ。うわっ、さすがだな。行け。かわせるか。くらえ。すごいな。行け。見えている。当てる。
だからオーブは撃たなきゃならないんだ。自分が今何を撃とうとしているのか、お前本当に分かってるのか。光るから、だから撃つしかないと、あの国に刃を向けることが。思い出せし、お前をこのバカ野郎。デスティニーガンダム機能停止。アスラン君、アークエンジェルがピンチだよ。ここは私たちに任せて。早く。すまない。あれ、ストライクフリーダムの通信が。フリーダム、貴様だけは俺が撃つ。これはどういうことなんだ。君は終わらせる。今度こそ全てを。なぜなんだ、なぜこんな。この声、ラウルじゃなくてリーブラで戦ったレイザバリル君。まずい、このタイミングで2人が戦線を離脱してないと、最後の最後に2人とも間に合わなくなる。戦士にズレがあるの。小隊長、行きましょう。どいてくれる。面白くないな。俺、攻めっぽいから。